確か出来が悪いと退学って。退学？そうだよ、学校側から退学にしてもらえば万々歳じゃないか。この授業で僕が何もできなければ祝人間の世界に生還。霧ヶ谷さんに話があって朝から待ってたんだ。そっちだって推薦組なのに。多分全部バレてたんだ。どういう意図かはわからないけど、単に処分を保留にされてただけなんだよ。ギャラックスを運営してから倒す相手が一段とはっきり見えてきた。個人個人の顔を見ようとしない相手。町を出て少し南に歩いたところに森がある。その奥に小さな泉があって、ほとりに何台か放置されたビークルがある。俺に恐怖をくれよ、アカシ。死神に乗った時のような極上の恐怖をさ。まさきらしいね。でもどんなに一高の連中が強かろうと、まさきに彼女を笑顔にしたいと思ってます。篠原さんを自分の優越感を満たす道具としか思ってない人にはわからない感情でしょうけど、もっといろんな強い相手とも互角に戦えるし、試合で簡単に負けたりしない。俺もう負けたくないです。俺は泥棒じゃない。怪盗ジョーカーだ。俺はテレビで言葉を覚えたんだぜ。こいつは映画が好きでよ、しょっちゅう泣いてるんだ。敵が来たら僕がブラックになって守ってあげるからね。おやすみ。男はよ、無理にでもカッコつけなきゃいけねえんだよ。俺みたくいつも親と比較されてりゃなおさらな。そして僕が倒す。僕はあの人と違う。決してあの人のようになったりしない。正義と悪は絶対違うものなんだと。このまま姉さんが何もしないとビリになる確率は 87%。 同じく僕も 74%。 隠されたため終戦と同時に軍では使用禁止となった。もう覚えた。明日から来なくていいよ。修造君、あそこで佇んでるのってこの前僕たちの前座をやってくれたバンドのメンバーじゃないですか。名前を隠されているのには何か理由があるんだとは分かっています。それでもこの村を、いえ、エンリを助けてくれたことにお礼を言いたかったんです。頭の中で歌詞を唱えるだけですからね。行ったことのある場所でないとつなげられないのが難点ですけど。ディバインゲートは俺たちが手に入れる。そうすりゃお前たちの願いはその後どうとでもなるだろうよ。清潔感あふれるミリ君の魅力が最高の形で見られる。みんな準備して、カット順もうすぐだよ。かなこ先生見とったね、あのトリプルアクセル。俺的には GOE300 万点やったね。1年の佐久間だからサクちゃんって呼んでほしいな。おお、すごい。僕ね、子供の頃バレリーナだったんだよ。夏さん、もう上がりなら朝飯食って帰りませんか。つってももう昼だけど。最近山際先輩は政治家の汚職疑惑とポートマフィアの活動を追ってました。確かマフィアの報復の手口に似た殺し方があったはずです。大人げなく取り乱してすみませんでした。僕は身長的にも人間的にももっと成長しないとダメですね。我が輩こそ由緒正しき傲慢の真相、今の名をヒューザ・ダークアルジャーノン三世じゃ。おのの極ななき十二天将天若制限、あなたを殺して陰陽連への宣戦布告とさせていただきます。お邪魔します。可愛いお洋服嬉しいな。僕のターン、デスケイズボルケイノのテキストを使用。ここがお前のデッドエンド。フレイムエンペラーでアプローチ。そんな簡単に変われるわけないだろ。大体こんな性格になったのはお前のせいもあるんだぞ。今日もその方の前でチンチンって言っちゃったし。この濡らした手ぬぐいで頭を冷やしてっと。あとは卵酒だな。これを飲めば風邪なんて一発で治る。意味あるものを罰する祖国を私は敬愛しています。いつかまた力をつけてパシャに戻り、トルキエの役に立ちたいのです。人間なんて君にとってはジッパ一からげ、取るに足らないものじゃなかったのかい。ちょちょっと探してちゃちゃっとさらってくればいいじゃないね。勝って勝って母さんに捧げ続ける。
僕がやる。一人で悪魔と対等に戦える力を手に入れた。悪魔にない心を持ったままでだ。お前は悪魔の体と人間の心を合わせ持つ男。断って、今すぐ断ってよ。分かってるよ、姉さんだって本当は嫌なんでしょ。女になんかなりたくなかった。年を取れば取るほど汚れて醜くなってしまう。僕は変わりたくない。しおりさん、しおりさん、ごめんなさい。 SCM を舐めていた。脅して勝負させるなんて想像もしなかった。よく帰ってこないかな。大体なんで陛下が任務に行かなきゃいけないのさ。ラップが行けばよかったのに。魔法律第884条、銃声無断規制の罪により追試の刑に処す。僕は作らないといけないんです。僕が勝てる普通じゃない101回目を。国崎さんが相手にやられて一番ムカつくことって何ですか。優が遠野を好きなら、俺が遠野を取っちまったらどうなる。最高に気持ちいい。終わりに決まってるじゃんよ。死ぬかもなんだよ。はあ、やだな本当。ああいうのただの無謀なのに勇気あるぶっちゃってさ。君のように無くなる狡猾、それが今までに分かったデータだよ。さあ教えろ、ナダリーを守るために。はしゃぎすぎだよ豚ちゃんたち。逃げようとしても無駄だからね。家畜小屋に帰る時間だよ。でここだと本当の自分でいられるっていうか、僕、わし身長低いから子供扱いされがちでさ、それが悔しくて。僕がアイドル東沙羅のふりをしてつながっている相手は弟の遥だ。僕は遥のために希望の皿を手に入れたい。お前じゃ物足りない、実力不足だと。上等だよ、それでこそここへ来た甲斐がある。私が己に課した融合レセプスという私はそんなものではないはずだ。だから私は私の怒りを宣言する。高校の時から同じ九州の大分舞鷺に憧れてました。龍月さんも新行寺さんも上岡さんもすごくて。おや、一日中世話しない不自由な労働者が吟遊詩人の楽しみを邪魔する機会。もうあれだけやった瞬間、もう半分ぐらい沈められてやっとの快挙だ。そのくせ俺の力には一枚に4歳ぐらい落としてもらわないと困りますだと。可愛いが大好き、可愛いは正義。愛中2期生ポップンスターの花房心です。心ちゃんって呼んでね。うち見てるうちにすごく熱くて面白そうだなって思って、だから1年の瞳です、よろしくお願いします。男子新体操の団体競技はね、6人でやるんだ。4人からでも出場できるけど、1人につき 1.5 点減点されちゃうんだよ。ポップコーンって脳みそに似てるよねって思ったら、頭からポップコーンが出てきたよ。宇宙の神秘だって。戦うって僕は絶対無理。あんな生臭くてドロドロのビチャビチャ、今度こそ絶対 100% おしっこ漏れちゃう。それではまるで僕たちがカッコつけているみたいじゃないか。うん、美少年探偵団団則その1、美しくあることだ。命や身体機能を奪うようなペナルティはないはず。となると俺がここで優先すべきは勝利じゃない。ここは俺のクラス、俺のテリトリーだ。悪魔にとってランクは重要、このクラスはハイランクもいる。にもかかわらずこの扱い、根本的に舐められている。決めた、俺はこのボロ教室から城に移るぞ。